チャルニア・チャーニャは、エディアから生物群の一種。中間より、左右交互に、ネが分岐しており、歯のような姿をしている。チャルニアは二つの種類がある。一つは、チャーニャ・マソニである。この種類は、1957年に、後に教授になる、男子学生のロジャー・メイソンによって、レスタシャーのブラドゲート公園より発見された。もう一つは、 チャリアはアルディである。この種類は南東ニューファンドランドで1978年に発見された。このチャルニアという名前は初めて化石が見つかったチャーンウッド・フォレストの名をとって名付けられた。この生物を発見当初はフォードはモデアルとグレースナーはウミエラであると解釈した。チャルニアは 最も広範囲にわたって発見されるエディアカラ動物群のコンプレックスフォッシルのうちの一種である。イングランドのチャーンウッドフォレスト、イラン、オラネック、南オーストラリアとハッカイなどから発見された。しかしながら大量のエディアカラ動物群の化石はニューファンドランドの南東の海岸に沿って見つかる。チャルニアは世界のどこでも見つかる最も古い化石の一種である。 チャーニャ・ワルディは575マのニューファンドランドでドロークフォーメーションで見つかった。シー・マソニもその後すぐに見つかった。初期の地層で見つかる唯一の合成の化石はニンビアである。これはチャルニアが新生合成動物の祖先である可能性を示唆している。2008年現在チャーニャ・ワルディはエディアから動物群最長の生物である。その長さは 最高2メートルに達する。そして、波による影響を受けない深い海底に生息していた。E.N. チャーニャより翻訳。ガイ、エムナルボンヌジェームズ・ジー・ゲリング、ライフ・アフター・スノーボール、ザ・オルデスト・コンプレックス・イーディー・カルン・ホッシルズ。ジオロジー31、27から30、グレーズ・ダンキン、ディマ。パターンズ・オブ・ディストリビューション・イン・ザ・イーディー・カルン、バイオタス。 Faces vs Biogeography and Evolution. パレオバイオロジー30203から221リトリーブドオン2007年3月8日。ありがとうございます。